まあ、失点の流れちょっと見ていきますと、4連勝中の強みとしていたセンターバック須貝の上がったスペース、はい、あとは最終ラインのビルドアップ、そこも狙われていましたね。そうですね、まあ、そこを奪われた瞬間、まあ、今須貝よく触りましたけど、やっぱり狙ってきてますね、あの裏は、はい、今のこう意図的に加藤がそこにスッと入ってくるような動きを見せました。近く使って天笠、クロスが入って川田、ラインの外に逃れました。コーナーキックです。大外に野沢陸の姿もあります。ニアサイド中央、ゴールを横切っていきました。長谷川が回収、中に石川の姿もあります。近いサイド狙っていった、くしびきファインセーブ、最後小林岩田のシュート、頭で落として城は、ここに小島、ポジション取り直し、上げて平松、後ろ天笠、フィニッシュ、キーパー川田抑えました。長谷川がゆっくり持ち上がり、インナーラップで小林岩田引きつけて、長谷川中央を使って取り替え、右足こぼれたところ吐き出します。くしびきファインセーブ。そうですね、まずやっぱり一番怖いのはゴールですし、はい、そこに向かう小林のクロス、後ろから取り替えの頭上、荒木左足コントロールシュート、枠を捉えることできませんでした。宮崎預けて小林、三平ヘッドだ、文句なしのゴールが決まりました。甲府三平ヘッド炸裂、文句なしの先制ゴール決まりました。甲府一精度高いボール上げましたし、はい、まあ、もうお手本のようなセンタリングからシュートの形だったと思います。はい、くしくも先ほどのセットプレーのゴールが認められ、右足上げ直しヘディング、甲府宮崎が反応して、ここでゲームエンドのホイッスル、1対0甲府が勝利しました。83分三平のゴール、